今日はですね、八千代町テレビディレクターのてったんの平日ということでやっていきたいと思います。ここはですね、秋葉原駅のすぐ近くなんですけどね、なぜ私がここにいるかというとですね、これから出社するためです。仕事なんですよね、これから。はい、もうただのね、社畜なんで、はい、結構ね、朝なんでね、人通り多いですね。で、この日はですね、空が曇ってましてね、割と過ごしやすい日でした。はい、こちら昔ね、ベックスフロントっていうカフェがあったとこなんですけどね、よくここで私出社前コーヒー飲んだりしてましたね。で、ここ以前はですね、ガンダムカフェがあった場所ですね。その前はですね、ガンダムカフェと AKB カフェがあったんですけど、 AKB カフェがなくなった後ですね、ガンダムカフェがね、広がりまして、で、そのガンダムカフェも広がったなと思ったら、いきなり閉店になってしまいました。正直言って驚きでしたね。あんなに早くね、ガンダムカフェがねなくなってしまうとは思いませんでした。広がった途端にですよ、あったけど、ね、で、こちらのカフェ、最近私利用しているカフェですね。はい、まあ、秋葉原周辺ね、結構ね、コロナの影響でね、お店が少なくなっちゃったんですけどね、飲食店結構少なくなっちゃって、本当寂しい限りですよ。これからどうなるんでしょうね、飲食店は。人が戻ってきてほしいとは思います。で、いきなりランチタイムになりました。はい、ランチタイム、私ね、結構ね、早めにご飯を食べ切り上げて撮影に臨みました。で、何を食べたかっていうとですね、近くのマックでね、赤い照り焼きバーガーっていうのを食べました。セットで食べましたね。で、ドリンクはね、コカ・コーラゼロを頼みました。結構ね、美味しかったですよ。ちょっとあれかな、辛めなのかな。はい。ガーリック照り焼き味みたいな感じでしたね。はい。休憩ね、結構ね、まあ、60分あるんでね。ゆっくり、まあ、言うほどゆっくりはできないんですけどね、とりあえず撮影時間なんとか確保することができました。先ほどご覧に入れたのは山手線ですね。で、コロナの影響でリモートワークがすごく増えて、ほぼほぼフルリモートで出社することがなくなってたので、本当地元に帰ってね、地元でずっと仕事することが多かったんですけど、ここのところまたね、出社が増えてしまいましてね。はい、なので、まあ、東京にいることが多くなっちゃいましたね。千代田区周辺にいますんで、もし見かけたら声をかけていただければって。誰だかわかんないですよね。で、まあ、この日はね、あれなんですよ、意外にね、雲が多くて過ごしやすかったです。まあ、暑いのは暑いんですけどね、暑いのは暑いんですけど、比較的過ごしやすかったかなと思います。まあ、なんかこうゆったりとした雰囲気の中で時間が流れてるみたいな感じですね。まあ、さすがランチタイムですね。まあ、正直言ってね、ランチタイムね、なくてもいいかなって僕は思うんですよね。ランチタイム60分なくていいから、1時間でも早く帰りたいって思いますよ、正直。はい、私の勤務時間、大体9時から夕方の6時まで、9時、18時なんです。で、間1時間休憩があるっていう感じですね。いやー、ほんとね、8時間労働ってどうなんですか。拘束時間、実質9時間じゃないですか。で、大体残業がありじゃないですか。やってらんないですよね。そんなに長時間働きたくないですよね。私本当無理だなって思いますよ。本当無理だなって思いながら、何年もこんなことをやってるわけなんですけど、なんで好きでやってるわけではないんですよ。まあ、お金を稼がなければ生きて
といけないからしょうがなくやってるわけなんですよね。仕事が好きとかそういうわけではないです、うん、いやでもねちょっとね晴れ間が出てきてね、うん、なんとも言えないいい天気じゃないかなと個人的には思います。まあ雲は多いんですけどね、これぐらい雲があった方が夏場はね暑くなくていいですよ、ね、うん、はい。でこちらが新しいガンダムカフェの後にできたお店ですね。朝はねシャッター閉まってたんですけどね、オープンしましたね。やっぱなんかねフィギュアかなんかこう並んでるんですよね。結構等身大の大きなものも並んでるようで、うん、どうなんですかね。私あんまりこういうの興味がないので何とも言えないんですけど、やっぱ好きな人にはたまらないんでしょうかね、はい。平日の昼間ですけどね、やっぱりね秋葉原駅周辺人は多いですね。あまり人がいないところ、いないところって撮影してるつもりなんですけど、どうしてもね人がねフレームの中に入ってきてしまいますね。まあそれはしょうがないですね、はい。東京なんでね、まあそれはしょうがないです。で、あの上に見えてるのが、これは何なんだろうね、京浜東北線かな、ね、青のラインなんで京浜東北線、根岸線とかいうやつでしたっけ、よくわかんないですけど電車詳しくないんで。というわけでいきなり帰宅ですいや本当はね本当は帰りもね撮りたかったんですけどね、もうクタクタヘトヘトでね、もう急いで家に帰りたいと思って撮影どころじゃなかったです。すっかり撮影するのを忘れて家に戻ってました。なのでどうしようかなと思って急遽家の中を、部屋の中を帰宅後の我が家の風景ということで撮影しました。はい、あのクローゼットがあって、クローゼットの中にはね、まあ服が入ってるんですけど、ただちょっとね、ワイシャツ、ドレスシャツっていうんですか、それがちょっとかさばっちゃってたんで表に出しました。そこ、うん、でこれだと結構ね取りやすいんでね、ありがたいです。でまあベッドはねいつもこんなもんです。ぐちゃぐちゃですね、はい、気にしないでください。エアコンはね結構効いてて涼しいです。まあ寝るにはね全然問題ありません。そんなわけでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。せーねるせーねるせーねる。